フォントネルは月の表側にあるクレーターであり、氷の海の北部に位置する。業務ドロッピタルの無限小解析の序文を表した、フランスの科学思想家、ベルナールル・ボビエド・フォントネルにちなんで名付けられた。フォントネルは地球から見ると、北の円付近に位置しているため、東西に長い楕円型に見える。フォントネルの周壁は円に近い形状をしているが、 激しい起伏があるためにギザギザした外観をしており、南西の周壁と東の周壁には特に激しい凹凸が見られる。フォントネルの周壁は氷の海の表面に突出しており、南東の周壁には複数の小クレーターが見られる。フォントネルの西の周壁は、フォントネルの北西方面に広がっている起伏の多い土地へと続いている。フォントネルの北東にはバーミンガムが位置しており、 フォントネルの北西にはフィロラオスが位置している。フォントネルの南南東には氷の海を挟んでプラトンが位置している。フォントネルの内部は北側の周壁に沿ってシワが寄ったような外観をしている。フォントネルの中心には低くなだらかな中心球があり、中心球の西方の土地にはやや凹凸がある。フォントの底面にはいくつかのショークレーターが存在している。フォントネルの南方。 氷の海の上には高いアルベドを持つショークレーターが位置している。このショークレーターはフォントネル G の北北西 15km に位置しているが名称は付けられていない。このショークレーターは晴れの海にあるリンネとよく似た特徴を示している。フォントネルのごく近くにある小さな無名のクレーターについてはアルファベットを付加することによって識別される。ありがとうございます。